皆様、こんにちは。お時間になりましたので、本日のカッティングエッジバイオセミナー7再生医療のネクストステージを始めさせていただきます。本シリーズは多様性を重視し、国内バイオ企業の研究者やリーダー、海外でご活躍の研究者、スタートアップ創業者、エンジェルなど、世界に羽ばたくエッジの効いた方々をお招きし、 登壇者も聴講者もお互いにエンカレッジし合うことを目指しております。今回は再生量分野においてグローバルに展開している2社からキーパーソンのお二人にご登壇いただきます。本日も230名を超える方にお申し込みいただきました。誠にありがとうございます。ご質問はチャットにご記入いただき、 予定時間を超えた場合は、ディスカッションで取り上げさせていただくか、終了後アンケートにご記入いただければ幸いです。それでは、本シリーズの生みの親のお一人であり、本日の企画をコーディネートいただきました。奈良先端科学技術大学院大学客員教授でいらっしゃいます、新庄雅子先生にマイクをお渡しし、以降の進行をお願いしたいと思います。 新庄先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい。キャさん、ありがとうございました。本日のセミナーの趣旨説明及び、まあ、チャットに記載による質問の仕方などを説明いただきました。ありがとうございます。それでは、改めまして、本日の司会を務めさせていただきます、奈良先端大の新庄雅子と申します。ご聴講の皆様には活発なディスカッションを 各講演の後及び最後のクロストークのところでよろしくお願いしたいと思います。それでは、早速ですが。 え今日はたくさん二人のご登壇者からえ非常に内容の濃いものを用意していただいてますし、また、あの、ご登壇者様のご経歴については、j b s さんのホームページにも,も皆さんご覧になったかと思いますけど、今回は発表の中でも詳しく述べていただくということがありますので、最初のご紹介はえなせずに、そうですね、ざっと出していただけると、黒木さんのご紹介、そしてその次が、 橋本さんのご紹介があのホームページの方からも見ていただけますので、はい。よろしくお願いします。ありがとうございますそれでは、えー、最初のあの登壇者であります。黒木さんの方、えー、ご用意よろしいでしょうか？はい、承知しました。では、はい、資料共有させていただきます。お願、はい、います。